ニュースポスト7です。夫婦の旅行が中止になっていました。2月12日に32歳の誕生日を迎えたテレビ朝日の弘中綾香アナ。誕生日の前日、弘中アナは都内の高級飲食店を訪れていました。居合わせた客によると、女性2人と連れ立って入店していました。何でもその日は弘中さんのバースデー旅行だったのに、夫が病気になって急遽キャンセルしたと話していましたとのこと。友人に声をかけて飲み会をすることになったそうですが、思わぬアクシデントに弘中アナも残念がっていたようです。ニュースポスト7。